床運動であります。注目の小菅真理選手が登場いたします。さあ 29.412、 堂々と6位まで上がってまいりました。もうちょっと加納さん期待したいんですがね。そうですね、まあ、床運動は小菅選手の得意種目ですから、はい、大いに期待できるところですね、はい、まだ中学校の2年生であります。1m38cm という大変小柄な体でありますけれども、ご覧のように和製コマネチと言われているぐらい顔立ちが非常にキリッとしております。その小菅真理選手の素晴らしいタンブリングを一つご紹介することにいたします。全日本の2年連続のチャンピオン、種目別でもこの床は金メダルであります。今年から小菅選手の振り付けも変わりましてね、はい、まあ、小菅選手らしいキビキビとした素晴らしい動きですね。なるほどね。さあ最初のシリーズが始まります。あ、素晴らしいテンポ中返りからこれムーンサルト、おっとラインオーバー、痛い、うん、もうゴムマリも弾みすぎちゃいますとね。そうですね、弾みすぎて出てしまいましたね、赤旗上がりまして、最初のシリーズはラインオーバー上がりました。今度は抱え込みの2回宙返り、これは2本目のシリーズはきれいに決まっています。こういうところもすごいですね。そうですね、つなぎに2回ひねりから前置を使うというのはやはり小菅選手ならではですね、最後ムーンサルト。もうとにかく世界の一流選手に内容的にも引け取らないじゃないですか。そうですね、本来ですと2本目のシリーズには本当は紳士の2回宙返りも持ってるんですけれどもね。なるほど、技を抜いてもこれだけの高難度で、うん、小菅真理選手の素晴らしい床運動でございました。